愛の友達チャンネル。いやーね、ということでね、いやどうしようかな。やっぱあの開幕戦の伝統の一戦をね、ぜひこのプロスピ2019の2020年データで再現したいと思うんですよ。でやっぱね、CPU のこの前設定、まあでもスピリッツだとちょっと強すぎんで、パーフェクトとかでやったら面白いんじゃないかと思う。でもちろんジャイアンツとタイガース阪神戦、これね、これだよ、なし、東京ドームでね。ちょっとやっぱここね、微妙に開幕戦とメンバー違うんで、ああ西選手絶好調ですね、阪神やばかったですね、あの試合ね。皆さん見ましたか、あの菅野投手からまさか西投手がホームランを打つというね、いや非常にポテンシャルの高さを伺えるシーンでしたけど、これ一番が糸井選手でしたよね、阪神は確か開幕戦はね、糸井選手が一番、糸井選手一番で2番に近本選手で、3番マルテ選手だったんですけど、マルテ選手いないですね。マルテ選手なぜか2軍にいるんで、ちょっとあ誰と今ね、ちょっとベンチ入りのメンバー増えてるんですよね、実際の野球はコロナの影響もあって、阪神ちょっと詳しくないんですけど、マルテ選手入れるんだったら誰と交換の方がいいんでしょうかね。まあでもこの試合だけに限ったらあれかな、ねえどうしようかな、まあ多分あの試合サンズ選手出なかったと思うんで、まあ、交換させていただきましょう。でマルテ選手がサードの3番かで、4番にボーア選手で、福留選手が5番、そして糸原選手が6番で、木浪選手、梅野選手、あこれで阪神のオーダー完成しました。で我が読売ジャイアンツ、あ菅野投手絶好調ですね、これはいい試合が期待できそうじゃないですか、投手戦になりそうな予感もしますね。さあそこで、まあ中川を抑えてラルサはここの完璧、この布陣は完璧で、まあ野手ですね、1番が我がジャイアンツはやっぱそうですね、確かここからは見なくてもできるかな、吉川選手なんでベンチランニングなんだろう、山本選手が確か開幕戦はまだベンチしてなかったんで、あと吉川大輝選手もいなかったな、で増田大輝選手は確か入ってたから、山本選手は申し訳ない交換としてやります。で石川慎吾も入ってたよな、あーでも変える人いないちょっと枠増やしてくれ、もう一枠。湯浅選手ね、ベンチ入りしてたしな、ここ下げたくないんだけど、でもな、石川選手代打でどっかで使いてえしな、どうしような、確かでもあの試合は小林選手がスタメンマスクだったんで、で確か、でも住谷選手、外せないね、これね、いや、マジどうしよう、どうしよう、マジで、湯浅選手、本当に応援してるけど、ちょっと申し訳ない、石川慎吾に変えさせてもらいます。で、小林。で、2塁に、吉川。で、1番に吉川。吉川、坂本、丸岡本、5番が亀井だったよね。で、6番、中島、7番、パーラ、小林、菅野、岡、完璧なオーダーですね。はい、これでオーダー組めました。はい、いいんじゃないですか、しかもクライマックスシリーズという設定になってますね、いいですね、伝統の一戦にふさわしい、これ勝った方がもう実質セリーグの覇者ということね、いいんじゃないですか。お、解説西さんと、あ、いいですね、ということで準備の方整いました。はい、どうも皆さんこんにちは、私声優の前野智明です。はい、突然ですけどね、私 YouTube 始めることになりましたねえ、今日から私も YouTuber でございます。まあせっかくですね、こういう今ねお家で過ごす時間とかも増えつつある中でね、まあ、皆さんにご自宅でも楽しんでいただけるコンテンツを提供したいなってずっと思ってて、今回ね満を持して個人チャンネルの方を開設させていただく運びとなりました。まあYouTube でいろいろとやっていきたいことたくさんあるんですけども、まあ僕の趣味の、ゲームだったり
まあ、あの野球観戦だったり、まあ、スポーツ観戦、そして、まあね、あの茨城について熱く語ったりとか、ね、あのいやあのちょっと車でどっか行ってみたりとかね、いろいろやりたいことたくさんあるんですけれども、まあ、あのまずは初回ということで、その僕の好きなゲームとプロ野球、この2つを同時に楽しめてしまうというね、魔法のような作品、それをね、あの今回プレイしていきたいと思います。はい、というわけでですね、改めてあのこのチャンネルに偶然たどり着いてしまった方のために私の自己紹介をさせていただきますと、私声優をやっております前野智明です。前野智明でググっていただければ、おのずといろんな作品出てくると思うのでね、そちらでぜひ、チェックしていただければと思います。そしてね、私なんと大のプロ野球ファンで、中でも読売ジャイアンツ非常に愛しています。その愛ゆえにですね、ちょっとジャイアンツのお仕事も昨年、別の媒体でやらせていただいたこともあって、本当にですね、あの選手お一人お一人にお話とかも伺ったこともありますし、始球式とかもね、ありがたいことにやらせていただいたこともあるんですけど、まあそのぐらいもうね、あのジャイアンツファンなんですけど、今年はやっぱりね、皆さん野球好きの方も同じ気持ち抱いてると思うんですけど、なかなかね球場に足を運ぶことできないじゃないですか。そこでね、やっぱりその球場にいるようなね熱気を感じつつ楽しめるゲーム、それが今回プレイしていくプロ野球スピリッツ2019ということでね、コナミさんから発売されている作品なんですけど、コナミさんの野球ゲームといえばね、パワプロも有名ですけども、まあそのよりそれがリアルになった方がプロ野球スピリッツということで、非常にあのこのプロスピ、僕はあのずっと愛しているシリーズで、パワプロももちろんプレイさせていただいているんですけども、プロスピ もうずっと長くプレイさせていただいていて、2019なんですけども、2020年の選手データにアップデートされているというね、非常にあのいろんな遊び方できるんでね、ぜひこれ皆さんおすすめなんで、野球ファンの方やってみてください。はい、まあのせっかくね YouTube 始めることになったということで、まあね、せっかくね YouTube 始めるんだから、まあね、その楽しくやっていきたいですし、楽しくやらせていただいてね、皆さんが笑顔になっていただいて、やっぱ基本は楽しく見てる皆さんもね、楽しい気持ちになっていただければ嬉しいなと思いますんでね。はい、そんなわけで第1回目はゲーム実況の方をプレイしていきたいなと思っております。はい、ということで先ほど、開幕戦ね、野球開幕しました、阪神対ジャイアンツ、ね、今開幕戦と同じオーダー組んだんで、難易度の方をね、やや難しいパーフェクトの方にしてやっていきたいと思います。パーフェクトは結構ね、失投するとすぐもてがれますからね、激しい試合が予想されますね。はい、ということで僕も今から球場にいるスタイルでガチでプレイしていきます。よし、ちょっとじゃあ戦闘スタイルになってきます。よし、行くぞ、やるぞ、マジでやるぞ、俺は今日やるぜ。さあやるか、さあやるか、見ててくれ亀井、亀井さん俺に力を貸してくれ、亀井応援してるぞいつも、亀井さん、こちらにね、亀井選手のネックレスなんです。よし、さあやっていくぞ。さあ試合開始です、プレイボール。やっぱ東京ドームにいる雰囲気。さあさみんなで歌おう、ジャイアンツの歌を。おいおいおい、攻守にこうだ、答えを見せつけて。うげろー！ショッケー！まる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 。外角低めか。あそこはダメだ、あそこは手が出ないって元木コーチも言ってました。打つ瞬間このこうヘッドを下げるじゃないですか、あれがちょっとかっこいいんですよね。